不安で逃げ帰ったんだ。慣れ親しんだ冷たい囲いの中に、私は臆病で愚か者だ。OK。ファルネーゼ様の婚礼の話はこれが初めてではない。まだ生徒にいた頃、ファルネーゼ様が16の時、親方様が霊に漏れずバンディミオン家のためと縁談を取り付けてこられた。しかしいつの頃からだろう、歪んだ形とはいえ、ファルネーゼ様が私に主従以上の思いを持つようになったのは、ファルネーゼ様は逃げ出そうとしたけれど答えることはできなかった。ファルネーゼ様は私の異母兄弟だった。偶然私はバンディミオン家当主の目かけバラであることを知ってしまったのだ。父の、母の、兄弟の、私たちを縛る全ての首輝きから、なぜこの時逃げ出すことができなかったのか。ファルネーゼ様は屋敷に火を放った。婚礼は取りやめになり、鬼ごと恐れられ修道院へ送られてしまう。やがて彼女は製鉄先騎士団団長に任じられることになる。 God, she really likes fire. その格好なんとかならねえのか。魔女丸出しで目立ちすぎだぜ。私にはこれが普通なんです。ちょっとドロッピー、デリカシーなさすぎ。あの帽子も服もフローラの手作りなのよ。さて、追っ始めるか。Oh, it's getting windy. I wonder if I've been streaming. Yo, 遅かったじゃん。一晩もどこほっつけ歩いてたんだよ。All right. Oh. で、どうよ船。ファル姉ちゃんは？船は手配できました。Oh no. まあ。ファルネーゼ様は。ファルネーゼ様はもうここにはお戻りにはなりません。戻らない？ファル姉ちゃんが？どういうことだよセルピコ。どうすんだよキャスカ姉ちゃんの世話係。これを、この都市の貿易商ならばどこでもこの書状を見せれば船一隻と必要な数の船員を手配できるはずです。当主のご息女であらせられるファルネーゼ様を当地まで無事お送りいただき大変感謝しております。正式なお礼はまた改めて。それでは。待ってください、セルピコさん。 Damn it, I'm trying to fix my hair and the phone starts ringingAnd that's just a lot of numbers. I am not answering that. Okay. Auto play back home. Oh, hey, your hat fell off. Oi. わけぐらい話したところでバチは当たんねえだろ。私の口から申し上げることは何もありません。お前とはもう一度やってみたかったぜ。もう、その理由もありません。I'm glad that that's what happened. なんだかな。あんだけ一緒に視線をくぐり抜けてきて、挙句が理由も告げずに紙切れ一枚で、はいさよならか。何か言えない事情があるのだと思います。さっき一瞬手に触れた時、ファルネーゼさんの悲しそうな面影がよぎりました。セルピコさんの戸惑いも。人の事情に首突っ込むのは趣味じゃねえが。確かにすっきりしねえな。よし、おちびども、おめえらに
に頼みがある。エルフにしかできねえことだ。ファル姉ちゃんが婚約。ああ、OK、いや、そうしたいけ。イバレラ、本当も本当、たった今相手を見てきたんだから。そいつと結婚すっから、俺らとはもう旅はできねえってことか。逆だな。船を手配する見返りに婚約を持ちかけられた。そんなところだろう。Yep, 貴族の政略結婚なんざごく当たり前のことだ。ましてやあいつは押しも押されぬ大貴族のご令嬢と来てる。ねえ、どうすんのよ。あいつが自分で決めたことだと言いたいところだが、決まりだ。キャスカの大盛りとうまい飯の代価が船一過ぎってんじゃどうにも割に合わねえ。キャスカAny of the allies? God damn it. Oh, so much leg pain. Frenzy offense. No, I think I have mass attack. I'm glad that that actually operated exactly as I was hoping. Without using sub weapons. Oh. Zod. Damn it, I wish I hadn't looked. Oh. Umibe de watashitachi wo osotta tsukaimasu onaji.禍々しいモドを感じます。あんなもんがここに潜り込んだとなると急いで方が良さそうだ。あー、スピードボタイガー。何を始まろうとしてるんだ。おーやWhat do you think is going to happen here? There's a ton of people ready for war. Just a minimum. Oh, Serpico-san から電話が。こちらです。お呼び立てして申し訳ありません。残念ですが、皆さんをファルネーゼ様に会わせるわけにはいきません。僭越ではありますが、あなたの望み、今この場にてお受けいたします。セルピコさん、どうしちゃったんですか。思い詰めてのことだろう。決着つくまでお前らそこを動くな。まさか本気で切り合うわけねえじゃんか。寸止めだ寸止め。この列柱の間は柱の森と呼ばれていて、間隔が通常よりも狭く、その数も膨大です。少々鬱陶しいでしょう。その体験にはあなたとは真っ当にやったところで勝てる気がしませんので、あしからず。相変わらず食えねえよ。 I mean it might be inconvenient if this was the Dreamcast days. セルピコのやつ、ガッツの兄ちゃん相手に魔法のフードもなしであんなに。どうしてこんな。God, this fight would be much harder if it was in the Dreamcast game.
Your sword could actually get up against this. I am pleased with myself. あなたと出会い、旅する中で、私も少なからず変わってしまったようです。己の宿命と真っ向から切り結ぶ、豪華に身を焦がすごとき生き様に、そ知らぬ風を装いながら、私もいつしか、その熱に当てられていたのかもしれません。確か認めざるを得ない男です。ファルネーゼ様があなたによって変えられていくのも、I am pleased that I broke every single pillar. 一方では嬉しくさえ思えました。だからこそ、許すわけにはいかない。あなたの狂気がファルネーゼ様に向くことだけは。ガッツさん、あなたはファルネーゼ様に会ってそれでどうなさるおつもりですか？わからねえ。とにかく会う、そう決めた。つくづく出たとこ勝負の人ですね。つうことで行くぜ。急ぐんでな。なあ、さっきのあれマジだったのか？マジで切り合ったのか？ああ、手抜けるほどあいつは弱くねえ。剣士ってのはそういうもんだ。確かに本気ではありましたが、暗黙の条件に乗ってくれた上でのことです。剣で果たし合いを挑んだ私には、たとえどんな不利な状況であろうと剣で答える。さっきの化け物が気になる。うずぐずしてると置いてくぞ。化け物？この町が近いうち戦場になるってことだ。ファルネーゼが危ねえ。行きましょう。私がご案内いたします。Back to Big Super Show。 あのでしたらセルピコさん、これを。シルフェも持ち主の元に帰りたがっていたようです。海辺で切ったツカイマンを操っていた術者たち、あれは間違いなくクシャーンでした。もしかしたらあの襲撃は今回の戦と何か関わりがあるのかもしれません。例えばクシャーンがそうした術者を石膏や戦術で使っているのかもしれません。ガッツさん、やばい。皆さん、どうして？話は後だ。早いとこ片付けるぞ。分かってます。術者はもう見つけてます。ここにはお前の親兄弟がいる。お前の見知った貴族の世界だ。ここがお前の旅の終着地か？いいえ、この石のカゴの中でようやく分かりました。ここは私の戻る場所ではない。もう昔に旅立った場所なのだと。ただ